神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。皆さんおはようございます。ユタはあなたを幸せにしますかの時間が来ました。今日も朝から楽しいユンタクをしていきます。アメン。はい、霊的な話、またユタの話、仏壇ごとの話等々、はい、皆さん霊の世界へ案内しますのでよろしくお願いします。はい、パーソナリティはリオです。エミちゃんです。あっちゃんです。はい、今日は素敵なゲストを、ね、お招きしてます。後ほどご紹介して、今日はですね、ゲストを中心として進めていきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、みんな元気だね。元気です。エミちゃん元気だね。はい、とりあえずそれだけあのなっちゃんとこう並んでいるとどっちが若いかさっぱりわからない。まあ失礼な先生に失礼怒って。エミちゃんが若すぎるという意味よ。ありがとうございます。誰もあのなっちゃんが年寄りと言ってないよ。あ、勘違いしましたでしょ。はいはい、ということですけれどもね、あのこの間の15日でしたかな、確かね、波の上宮で御神札炊き上げ祭祭りねっていうのがありました。全然わからんでしょ。わかりません。わかる？わかんないです。だからね、これはね、去年1年飼った神様をもうご苦労様でしたって厄祭り。ああ、はいはいはい、お返し、はいはいはい、分けるでしょ。分かりますよ。お守りをね、はい、去年1年使ったお守りにご苦労様と言って秀厄からかわいそうだね、うん、1年しか持たないんですね。だからよ、賞味期限1年。うん、ね、人間が作った紙だからやっぱ長持ちしないんだろうね。そうですよね。なんだかおかしいですよね。なんか
寂しいというか虚しいというかそういう感じしない？うん、でもなっちゃん見たら笑っちゃうねっていう感じ。いや、そういうの全く知らない世界ですね、私にとって。あ、そうよね。はい、もうエミちゃんは小さい時からこういう偶像的なね、拝み事というのは一切無縁だったからね。でもさ、こういうのを 見たらやっぱりちょっと考えるべきじゃないかなと思うんだけど。そうですよね。だってさ、1年間ずっと家に飾ったり持ち歩いたりして、まあ、おそらくそのお寺で、まあ、お宮で買ったと思うんだけどね、それを買いました。あ、守られたかどうか分からんけど、多分守られたという意識で持って、ご苦労様と言ってさ、焼くんだよ。焼かれるということは大変なことよ。そうじゃない？ご苦労様と言ってね、撫でて撫でてさ、まあ、年取るはずだけど、1年しか効力はないんだけど、もうちょっと飾っておくねとかやればいいのにさ、なんでわざわざ焼くのよ、ね、もう今頃熱い熱いと言って恨んでいるかもよ。どうもこれをね、どんどん焼きって言うんだって。へえ、面白いことをやるね、人間って、不思議な世界、不思議な世界、本当に不思議な世界ですよ、はい、ね、かわいそうに、いや本当に私ね、新聞見て感じたんだけど、かわいそうな神々だなと思いましたよ。まあ私たちはね、クリスチャンだったからそういうものがよく見えるようになったと思うんですけどね、まあ一頃前の、もしクリスチャンになる前のなっちゃんだったら喜んで行ってたかも、興味あったかもね、はい、でしょ、うん、それがね、真理だと思ってたから。そうよね。うん、それで多分新しい紙を買ってまた1年間よろしくって言うんでしょ、また来年また焼かれるわけよね。いやまあ人間が作った神様を信じる人と、人間を作った神様を信じる人、いやどれだけ違うかわからないね。私たちは人間を作った、天地万物を作った神様を信じている。アーメン。これとても素晴らしいね。素晴らしいですね。ところがね、人間が作った神様を信じるわけ、おそらく力も何にもないんだろうと思うけど、ねえ、うん、今日の新聞にも載ってましたよ、お守りをね、たくさんの種類作ったって、できるだけたくさんの種類を、お守りを作ってみんなにあげたいんだって。力があるんですね、その方ね。だから配るぐらい。そうなんだろうね。いやー、ちょっと、神様ってとても簡単なのかな。本当ですよね。ね。でも神社でね、お守りすごいよく売れますよね。売れるね。いけない人の分とか買ってあげようって言ってから、交通安全、車に乗せるのとか、友達にとか。すごい世界があるんですね。ね、まあエミちゃんが知らないだけよ。すごいのかな。でね、最近はこの間ニュースでやってましたけど、車にさ、こう新年になると、なんて言ったっけ、しめ縄、しめ縄、昔はよく飾っていたの、車のフロントにね。はい、今はなんかそういうものは少ない、少なくなりましたね。少ないところ全然見かけない、見ないですね、ね、そうでしたね。かわいそうだね、しめ縄の神様。うん、超かわいそう、もう見捨てられちゃったわけよ。うん、見ないですね、ね、うん、はあ、いや、人間が作った神様、人間に作られた神様はかわいそうだなと思うね。忘れられたりさ、時代の流れで、時代の流れで捨てられて、あるいは毎年焼かれて、いやかわいそう、
ということで曲を聴いてから選択しようか。あ、はい、どうぞ。喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。はい、ゆたはあなたを幸せにしますか。
1時間よろしくお願いいたします。 FM 那覇から放送しております霊的なお話をする番組です。ユタはあなたを幸せにしますか。はい、しませんから、皆さんよく聞いてくださいね。ということですけれども、今日のゲストはですね、とても素敵な方で、ユタに、非常に詳しい先生です。なぜユタを信じるかという本をね、お書きになりまして、実際にユタと何名ものユタの皆さんとお会いして、書き上げた素晴らしい本であります。はい、友寄流星先生です。パチパチ先生、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、でも先生2回目ですね。はい、11月にですね、出演していただきまして、今日は2回目であります。今日もまたユタについてね、先生から詳しいお話をしていただきます。先生、この本をですね、書くというこのきっかけというんですか、目的等々、なぜこの本を書くように至ったのかですね、少しその辺からスタートしたいなと思うんですけれども、先生は学生時代は東京で過ごされてですね。京都です。あ、京都なんですね。はい、はい、内地と言おうとしたんだけど東京と言ってしまった内地だったら当たっていたんだよね京都の町も、でも先生結構昔からの、まあ、神社仏閣というんですか、そういうの非常に多いところですよね。そうですね、京都でした有名な稲荷神社とかですね。あ、はいはい、あります。そういうところ、稲荷さん、伏見のね、あ、はい、あ、そういう、ね、ところでも大体先生 4,5 年はお過ごしになったんですかね。ですね、学生時代4カ年そこで生活しました。はい、いつ頃からユタに興味を持ったんですかね。いつ頃からと言いましてもちょっとはっきりしませんけれども、はい、私の中では1960年代から、70年の初め頃かなという、はいはい、思いですね。だいたい沖縄にはもうユタの皆さんがずっとこう私たちの文化の中に、入っていて中心的な存在でしたし、今もそうですけれども、なかなか先生ね、ユタのことを聞くんだけど、このユタについてこう書こうという本にしようというのは少ないんじゃないかなと思うんですよ、ね。まあ、最近はね、ちょっと増えているかもしれないけど、当時としてはね、こう書物に出して世間にこういうふうに、まあ、知らしめるということをね、なさったか、なさるという方は、ね、少なかったんじゃないかなと思うんですけど、先生はまたどうしてこう本にしようと思ったんですか。私は本にする思いは全くありませんでした。自分の学びとしてですね、沖縄に生まれ育ったものとして、この問題というのをどう自分なりに受け止めたらいいのかというのが、まあ、正直な思いでありまして、本にしたいとか何か皆さんにどうのとかいう思いは全くありませんでした。でも日常的に私たちの沖縄人の文化生活の中にユタが存在していますから、やっぱりユタをもっと知りたいというのはあったわけなんですね。そうですね、それ以前の問題としてですね、はい、ちょっと思い出しますと、高校時代の話なんですが、ちょうど私高校時代に教会で、洗礼を受けましてね、はい、そして過ごしていたその頃なんですが、ある日私が下宿していた隣のおじさん、そんなに交流ないんですけど、うん、しばらく、もうその後私はまた別のところに引っ越しして住んでいた時に、
なぜか知らないけど、そのおじさんの夢枕に座っているおじさんをこの、まあ、感じたんですよね、はい、あれこれって何だろうということで、その 2,3 日後にそこ の, あの前行った下宿先の人に聞いたら、1週間前に亡くなったよということを聞いて、ちょうどその私がその夢みたいな、うん、同じ頃のあれなんですね、うんうんうん、それがまた不思議だな、なぜだろうという出来事がありましたね。それからさらにもう一つは、学生大学1年の頃ですけれども、同じあの大学 の, あの先輩にあたる方が同じ寮にいたんですが、はい、ご病気されてあの休学することになりましてね、それ1965年の8月なんですが、はい、私は彼を休学するんだったらという京都駅までボストンバッグを持って見送りに行ったんですね、はい、それからちょうど2ヶ月後の10月に全く経験したことのないようなあの精神的なこういわゆる大きな内なぐしで言えば後で分かることですが、チムワサワサというのが起こってきた、チムワサワサですね、何これ、はい、みたいな感じで、はい、学校で先生の授業を聞いているのに何か目に入らないイライラ感みたいなのがずっと続くんですね、うんうんうん、それが夕方まで続いて、それからまた下宿先に戻った途端その電報が来てるよと言われまして、何の電報って言ったら、その先輩のお母さんからの電報だと、うん、であの電報局に電話して聞いたら、その先輩が亡くなったということで、うんうん、あこれだと、もうその途端このイライラ原因はこれだということを感じ、はいはい、まあ、そういうことが根っこにあるんですけれども、うんうん、それからまあ沖縄に戻りましてから、私はあのキリスト教短大にもしばらく勤めたんですが、まあ、その頃ちょうど田舎に、私の田舎の海洋博会場がある元部なんですけれども、はいはい、たまに帰りますと母親がとてもあの豊かいでありまして、あ、はい、それでそのある日帰ったら、その初運勢をあの判断、はい、ユタの屋行ったらあのやってもらえなかったと断られたという話なんですね。あ、なんで聞きましたら、それはあのあなたの家族に位の高い神様を信じているのがいるから、うんうん、判断できないと、いうことはっきり言われてですね、その時はあのびっくりしましたですね。で、母はそんなのはうちにはいませんと、私は遠いやんばるからね出てきて首里の湯田の屋に来たのに、もうお金も準備してあるからね、ぜひ運勢判断してちょうだいと言ったけど、いやできないと再三断られて、はい、その挙句あなたのうちに誰かいるでしょうと問われたので、ひょっとしたらうちの息子の一人が教会に行ってるがこれですかってこれだと言われたという、そう、それ聞いた時の今度は私がびっくりして、まあ、ショックを受けたというのが、まあ、正直な話ですね。まあ、先生の話聞くと、いやすごいね、まあ、先生は、やんばる元部の出身なんですね。それで那覇の方に、まあ、下宿高校は那覇を出られたわけですか。いえいえ、私は名護の方で、あ、はい、名護の方で出て、名護の方に下宿なさっていた。そうです、はあ、近いのにやっぱり下宿しないといけない時代だったんですか。いや、あのバスでも海洋服のところから、今だったらまあ20分ぐらい自動車になるけど、はいはい、あの頃は自動車のない時代で、はい、バスも何時間に1本かしかない時代ですからね、やっぱり遠いわけです。あ、それでもあの名護で下宿をせざるを得なかったということなんですね、うん、はいはい、まあ、その時にあの下宿先の、まあ、おじいさんの夢を見た。でもそれをもうほぼあのおじいさんが亡くなったその時一緒ぐらいか、その後前後するわけですよね。その時の体験、そして先輩の、まあ、死去という
時に血もわさわさしたという体験がありました。その2つの体験を見ると、先生は何だか神様からいつも何か示されていたのかなと思うんですけど、まあ普通には体験しないけど、うん、時々はそういう体験する方いますよね、うん、いますね、うん、もしも、うん、女性でしたらユタ言ってますよ、うん、あすぐにね、はい、すぐに、はい、うん、と思います。そうだろうね、ない、うん、まあ、なっちゃんもその系あったよね、ちょっとね、うん、こうあのなんていうの、幻見たりとかね、うん、はい、そういうのありましたし、この間の女性はもうこう学校に行く途中そういう霊を見た、もう本当に人間の形をした霊をよく見ていたという方もいましたよね。先生、友井先生の場合はこう夢で示される、あるいはこう、まあ、おそらくこれ幻みたいなもんなんだろうね、うん、それであの血もわさわさ胸騒ぎが、ね、起こったって、そういう霊的な体験するというのは非常にね、まあ、貴重な体験かもしれませんね。そして、まあ、劇的なユタの方にユタに直面するわけですよ、うん、お母さんが、まあ、ユタを買いましてね、で、まあ、初運勢、しようということで言ったら判事ができないと、ね、判断できないんだと、あなたのところには一番大きな神様、私は一番大きな神様と言われたんだけど言ったからでも位の高い神様を拝んでる方がいる、これがキリスト教のすごさじゃないかなと思うんだけど、ね、本当にね、素晴らしい、まあ、ユタ自身がこういうふうに位の高い神様とか、私の場合は一番大きい神様だっていうことを言われたからね、ユタ自身はそういうふうにあの本物とか偽物じゃなくて、まあ一番位が高い、まあ清い神様をがいる、それを信じているのがクリスチャンだという証拠ですよね。アメン。でも先生、そういうお母さんがそういうことを言いました、体験ユタから言われました。そしてお母さんとの何かお話もあったわけですか。そうですね、あの母はもう本当に祖先崇拝の生き方を貫きましたですね、はい、私たちもたその祖先崇拝、仏壇も位牌もあって、あのどなたかが近親者が亡くなられると、その初七日とか、うん、そして四十九日、三十三年忌までね、はい、この法事に参加する、そういう世界で私たちは育ってきておりますし、はい、今もまあそういうわけですけれども、はい、まあ、あの母はそういうことの中にも何か大きな意味があるんだろうという先祖の思いを彼女なりに受け止めて、はい、誠実にあのうちなんちゅとしての過ごしては来たんですね、はい、うん、お母さんが言ったから、あなたの息子ね、そういう息子がいるよということで判事ができなくて帰ってきて、そのお母さんが先生に何か言葉をかけたとか、あの言ったいてこうだったよというお話をじゃあ聞かされたのは、聞かされたわけですよね。そうですね、それが1972、73年、そこらだったような気がするんですがね、本当にびっくりしましたね。これってなんだみたいな、これは私の中でどう理解したらいいのか、うちなんちとしてどう理解したらいいのか、私なりのライフワークにしなければいけないのかなみたいな、そういう思いでした、はいはいはい、あの当時先生はもうあの学生時代にクリスチャンになられたわけですけれども、教会でそういう霊の お話をする、教えるというのはほとんどなかったと思うんですけど、どうでした先生。そ
そうですね、教会ではそういうことにはそんなに触れてはいませんが、はい、聖書の中でですね、読んで非常に似たようなことが感じられますね、はい、例えばイエス・キリストに出会ったこの霊に疲れた人がね、はいはいはい、もう神の声を私から離れてくださいとかですね、うんうん、叫びを上げて、うん、こう出ていったとか、はい、そういう似たようなことが私の中にも歩みの中にもちらっとありましたね、はい、というのはその頃ですか、私はキリスト教短大 の, 事務職員として勤務していたんですが、はい、今のあの時のキリタンは今首里城になっている場所なんですが、その頃は琉球大学も隣にありまして、はいはい、歩いても5分ぐらいで行ける距離なんですね、はいはい、うんうん、でお昼時間になるとだいたい琉球大学の生協説教に食事に行ったりすることもありましたが、はいはい、ある時そこを行きまして食事して帰りかな行きかちょっとはっきりしませんが、その行き帰りの間に神屋がありましてね、神様を拝んでいるうさち神とか言っている人たちがいたんですが、その家の前を私が通っている時に向かいから初老の女性の方が来まして、全く名前もかも分かりませんよ。でその方とすれ違いざまにですね、私は何も言いません、はい、その方がですね大きな声で急にですね、あなたは私たちの邪魔をしに来たのかってですね、その一言を言ってそれからニヤッと笑ってまた何もなかったかのように言ったことがありましたね。その一言を聞いた時にドキッとしましたね。びっくりですね。まさに聖書にある通りのことをね、この女性は言葉を放ってるわけですよね。すごいね、すごい経験してますね。ですからそれってなんだみたいな思いもあるし、やっぱりこのうちのこの問題というのはちょっとまあ基地問題もいろいろあるけど、この問題も沖縄問題の一つだなと思いました。これは非常に大きな問題ですよね。私はこの霊的な問題というんですか、これ沖縄において非常に大きな問題だなと思ってるんですけれども、結局この初老の女性の方多分もしかするとユタだったかもしれませんし、うん、拝み専門の方だったかもしれんし、よくそういうところを拝んでいたかもしれませんよね、うん、私からするとですね、うん、この人はユタでは多分 なかったけれども、うん、いわゆる内縄口でね、足りていると、もうユタになりかけてる、神だりとかね、神だりしてる人、足りしてる人だと思いましたね。なるほど、はいはい、よく使いましたね、足りと運動とかいう言葉はね、まさにそうかもしれませんね。でもその方の中にいる霊は、この聖書の世界もよく知っていたはず。多分ね、だから怖がる、ね、そのイエス・キリストに対峙したこの霊に疲れた人がね、同じ言葉放ってるでしょ、はい、ね、そういうことを、先生すごい体験をなさってきたんですよ ね、うん、そうですね、すごい体験。それはでも私が体験したかったとか、そんなものではなくて、うんうんうん、本当に瞬間的なものなんですよね、うん、私が求めてないのに、うん、はいはい、こう出会った瞬間に起こったということで、びっくりですね、うん、だから人間にもですね、こう発信力の強い人と受信感度の強い方の人とですね、受ける人と発する人と両方強みがそれぞれあるのかなみたいなものを感じましたですね。そうですね、いや先生すごいお話を聞きました。コメントが入ってます。すごい、ちょっと開いてみる、ね、どうするのこれ、コメント開いてこっち、ミスティさんおはようございます。体調崩して昨日今日とラジオ休みしてます。エミちゃん来週ギュッとしてね、抱きしめてねって番組をやってるんですよね。すぐ治るから
はい、ミスティさんありがとうございます、うん、私が抱きしめたいぐらいだけどごめんなさいミスティさん抱きしたかった。はい、でも今ラジオ聞いてるんですね、うん、ありがとうございます。はい、ということです。じゃあ、一曲聴こうかな。聴いてからまた友達先生とお話をしていきます。ゆたはあなたを幸せにしますか。はい、喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。はい、ゆたはあなたを幸せにしますか。 FM 那覇 78.0 メガヘッツからお送りしてますFM 那覇78.0 メガヘルツであります。ゆたはあなたを幸せにしますか。はい、ゆんたくしてます。今日はですね、とても素敵なゲストをお招きしました。
友寄流星先生です。沖縄市の 方でですね、幼稚園保育園を、ね、経営なさっております。当然もちろんクリスチャンでありますけれども、非常に霊的な現象を、ね、体験してきましたということです。おそらく霊に、ね、興味のある方々は、私もああいう先生みたいな体験したいという方多いでしょうね、と思います。友石先生、それでですね、まあ、お母さんが豊かからあなたの子供にこういう方がいるよと、ね、位の高い神を拝んでいる方がいるから判事ができないと言われました。まあ、こういうふうにさまざまな霊的な体験を通してまあ、ユタの本を書こうとなさったんですかね、先生ね。いや、私は書きたいとか本にしたいとかいう思いは本当に全くありませんでした。はい、私なりの学びとしてこの問題をどう理解したらいいのかなというのが根本的な思いでですね、はいはい、それで、私は76年の3月でしたかね、キリスト教短大も退職しまして、はい、この問題と正面から取り組まないといけないと思いまして、失業保険をいただきながらその那覇の図書館とかですね、はい、あちこち探りながらまたユタを訪ねて面接させていただいたりしてきたわけですね。はいはい、まあ、先生の本ですね、この素晴らしい本ですけれども、この本、なぜユタを信じるかというタイトルであります。この本をですね、読んでみますと、この81ページのところに、ユタと対話して学んだことという、ね、ページがありますけれども、はい、霊界には神界、神の界、仏界、仏と書いて界で、また幽霊の幽、霊界がある、幽界がある、あり役所も裁判所もあるということです。この辺来るとなんだかキリスト教的だなというのもありますね。キリスト教にも裁きがあるしね、ちゃんと書物にね名前が書かれていくしね、ということなんですけれども、まあ男のユタ4名を、女性のユタ10人、計14人のユタの皆さんとの対話が ね、ありますけれども、先生、このところを読むとですね、本当に詳しく、まあ、ユタの皆さんに接したこと等々もですね書いてあります。そして彼らは何はともあれ情け深い人々のように思われたというこのくだりが書いてあるんですけれども、まあ彼らもなりたくてなったわけじゃないと思うんですけど、先生いかがでした？そうですね、ほとんどの方々とこう面接して感じたことは、この皆さんというのは幼い頃とか はい、まあ、子供の頃あるいは若い頃に非常に身体、まあ、病気を患ったとか、あるいは非常な貧困とか虐待みたいなものを経験されたかもしれない、その大変辛い過去を抱えている方々が多く、うん、ように感じられましたですね。はいはい、そのくだりも先生が、ね、詳しく書いてありますけれども、確かにユタになろうとする人、あるいはなった人、そのなる前からちょっと私たち普通人間が体験するようなことじゃなくて、非常な苦しみを体験させられてますよね。そうですね、ほとんど、まあ、半分以上の方はそれもたりと呼んでいるわけですが、病弱の状態でですね、はいはい、もうこの神様の言うことを聞かない間はもうこの方言でビーラーになるというかですね、ビーラー、はい、身体虚弱になってしまって、はい、本当にもう病人そのものという生活を何年も強いられ
ったけれども、その神様の言う通りしたらまた健康になったので、ユタにやむなくなったという方々が何名もおりましたね、うんうん、はい、そうなんですよね。ユタになるというのは、まあ、ある面では非常に苦しみでもあるんでしょうね。結局ですね、この本を見ますと、額に先生が面談したその印象というのが書いてありますけれども、額に刻み込まれたシワの深さはですね、苦悩の深さとともに情け深さに通ずるものと思われるほど印象深かったということを言っていますけれども、もうユタになったらこういうものから解放されているのも事実ですよね。あのタリトーンがシャキッとしてきたと、で病気も治ってきたと、また まあ、ある程度幸せにもなりましたということもね書かれているんですけれども、やっぱりそのユタをやるということはある面では人のためにもなっているわけですよね。やっぱり行くところがないから、ユタ以外も行くところがなくなっているからね、ユタのところ行ってやっぱり、心にね平安が来た、安心感があったというのもね事実ですから、このユタの皆さんと先生お会いしてですね、特別印象に残っている方っていらっしゃいますか？はい、おりますね。14名の方と私は面接したんですが、その中の一人はですね、那覇市の海南にお住まいの方でありましたね。はい、かれこれも何年前か、1976年頃に私はこの方と面接しているんですが、その時彼女は60代ぐらいに見えましたですがね、西表島のご出身だと伺いました、で子供の頃からやっぱりそういろんなものを見たり、また例えばその馬泥棒、馬を盗まれた人の馬がどこにいるかを言い当てたとかですね、それから おじいさんのそのオーバーが盗まれたので、その犯人がどこにいるかをその言い当てた、犯人は捕まった、だけど捕まえられた後にみんなにその殴られたりしてるところを見てですね、言わなければよかったみたいなこともあったということも話していましたし、また自分はまさかこんなのになるつもりはなかったけれども、大阪に行った時に同郷の人と結婚して、まあ、双子かな、子供が生まれたんだけど、その頃にその道端で会った手相見の人に言い当てられてですね、あなたもこのもうあまり旦那と長く生活できないよと言われて、この旦那さんが3、4年後に亡くなってね、もう4年だけの結婚生活だったと、で40前後になってからまたビーラーになってしまって、そうこうしてるうちにユタになれと言われてなったら、まあそのこれが健康になったわけですね、元気になったわけですね。そういうことを言われた後に、私はこの方と本当に 5、6 時間話したわけですけれども、何回か3回ぐらい訪ねていきましたね、でその方が言われている中で一つ思いに残っているのは、やっぱり今おっしゃった霊界には神界と仏界と幽界があると、神界と仏界というところはその悟りのある人たちが行くところ、何も悟らない普通の人間はもう幽界という幽霊の幽、のところでさまよっている人たちが行くところという言葉とですね、あと私に向かって、友達さんはただの人ではないねとすぐ言われました、
あなたはキリスト教でしょうとまで言いましたね、そして自分もできたらキリスト教信者になりたい、なぜかというとキリストの教えは素晴らしいとまで言われた時には驚きました、そして私はその時ある、親戚にあたる人が夫婦喧嘩して行方不明になっている問題を知っていたもんですから、そのことをまたこの方が当てることできるだろうかと思って3000円出してですね、お願いしたわけですよ。そしたらそれも言いましたね、全部が全部当たったわけではないが、ポイントはついていて結果的に当たったのかなみたいな、この問題もですね受けて非常に印象深い。でも今お元気だったらもうそうね、100歳ぐらいになっていることになるから、お元気でいらっしゃるかなと、そのあたりはまたいつか会えたらなみたいなのありますよ。あですね、はい、先生もう本当にありがとうございます。もっともっとね、もう2時間番組にしたいぐらいでね、そろそろね時間がなくなっちゃう、ね。は今日はですね、ユタの本を書きました。ユタはなぜユタを信じるかという本をお書きになりました友吉隆生先生にね、ゲストとして来ていただきまして、このユタのお話を聞いてますけれども、時間です。先生もですね、こういう霊界のことを体験しながらですね、このユタ、なんでユタを信じるのかというところまでね、突き詰めていったわけですけれども、皆さんどうでしたですかね。はい、ユタはあなたを幸せにしますかってね、タイトルの番組ですけれども、先生またぜひ、まだまだ先生にはご登場 何回か願いたいくらいですね。はい、沖縄はですね、本当に豊文化であります。私たちの生活の中にね、どっぷりと豊という方が入ってます。ですからね、豊のことを知るということはとても大事だと思います。ね、先生の本がね、残念ながら売れすぎて今も、出版してませんけれども、ね、みんなに読んでもらいたい本でもありますね。なぜユタを信じるかですけれども、はい、今日はエミちゃんもなっちゃんも出番がちょっとだけ30秒ぐらいだった、ごめんなさい。最高に素敵でした。友吉先生、今日は本当にありがとうございました。またぜひご出演をお願いいたします。はい、お待ちいたします。ユタはあなたを幸せにしますか、本土の若い人たちがユタになりたいということで、沖縄にね多くの方々が来ているそうです。ユタになるということは命がけですよ。まず倒りなければユタにはなれませんからね。倒りるということもね、本土の皆さん勉強をしてくださいよ。それからユタに挑戦してくださいね。できましたらね、ユタを目指すんじゃなくてキリスト教というね、このキリスト教というものはどういうものなのかということでね、勉強した方がまだまだいいと思うんですよね。アーメン。アーメンよね。はい、ユタはあなたを幸せにしますか、 FM 那覇からお送りしてます。もうそろそろ時間です。お祈りをしてからお別れします。相手のお父様、今日もユタはあなたを幸せにしますか番組、多くを語りました。聞いている皆さんの上に今日も一日素晴らしい祝福がありますように。また一切の事故事件災い悩み、から解放されますように、イエス・キリストの十字架の恩賜によって守られますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。はい、皆さんさようならです。また来週お会いします。感謝します。